ニールス・ユール級コルベットは、デンマーク海軍が運用していたコルベットの艦級。ペナントナンバーではフリーゲートを表す F の艦種記号を与えられており、文献によってはフリーゲートに分類されることもある。3隻が建造され、デンマーク海軍で最有力の戦闘艦として活躍してきたが、2009年にまとめて退役した。本級の設計は、 イギリスやアローシップビルダーズ社によって行われた。1975年12月5日、デンマーク海軍は3隻を発注し、建造はオール防造船所が担当することとなった。これらは、1977年10月から1979年12月に、かけて3隻が寄港され、1978年より、順次に、浸水。 1980年から1982年にかけて運用を開始した。本級は1990年代半ばより近代化改修を受け、この際にスタンダードフレックスコンセプトの適用を受けた。これは各種の装備をモジュール化して搭載することによって運用上の柔軟性を高めようというもので、このコンセプトを適用されたものとしては、 フリーベフィス研究所改定が有名である。同級においてはコンテナを積み替えることで容易に任務の切り替えを実現することを目的としていたが、本級の場合は頻繁な装備変更よりは装備の整備や更新を容易ならしめることを目標としていた。近代化改修の内容は下記の通りである。なお、このシースパロー発射機の感想に際しては、 スタンフレックスコンテナごと乾燥することで作業が大幅に短縮できたと言われている。大きいとは言えない緩急ながら長らくデンマーク海軍最有力の水上打撃力を持つ艦であり、NATO の演習にも積極的に参加してきた。アイバー・ヒュイトフェルト級フリゲートによる置き換えが計画されており、同級の収益までは維持されると見られていたが、 2009年8月18日、三席、揃って、退役となった。ありがとうございます。